酒番バスピスクープスクータイタイ。どうも、酒番バスピスです。はい、ということで、前回の続きからやっていきましょう。酒番バスピスクロニクルと。ということで、やっと覚えたよ、名前。はい、ということでね、やっていきたいと思いますけども、いろいろちょっと装備を変えていきたいなと思ってんだけど、EP が足りないので、EP 集めからですね。はい。で、どこまで進んだんだっけ前回は。なんか、てかさ、そう。なんかね、操作を変えれるんだよね。ちょっと変えてみていい？なんかさ、前回操作が独特みたいな話したんだけど、なんか設定できたんだよね。で、これはどうしたらいいんだ？あー！これどうしたらいいの？反転をやめればいいのか。これでどう？はいはいはい。微妙だな。なんかもう、前ので慣れちゃったから。微妙だけど、これでも上どうやっていくんですよ。こんなことできるの？何これこんなこと、アクションできた。これ待って、上とか下どうやっていくのこれ。そしたら。なんだ、操作が難しいね、これね。やっぱ元の設定でいっか。どうしようか、じゃあ。はい、ということでごめんなさい。じゃあやっていきましょうか。まずは EP 集めからだ。で、前回ね、弟さんが、なんだっけ、おしょぼがね、また一人で単独行動しちゃったから、助けに行かなきゃ。で、次のステージが、なんか、氷だったよね。氷河の海域みたいな感じだったんで、今回はそこ行って、かな。果たしてこっからどこまでストーリーが広がっていくのかね。見物ですけども。はい。まあまあ、ゆっくりやっていきましょうか。これ知らなかったね、これ。これ。待ってよ。これは、おーい！すごいね。僕がこうやってプランクトン食べまくっちゃうから、里からね。食料がなくなってしまって、おしょぼが、ねえ、こう、里のみんなのために、餌をって言って、他の海域一人で行っちゃって、みたいな。ほんと、申し訳ねえわ。ねえ、もう一人で行かんといて、ほんとに。心配させないでくれよ、おしょぼ。早く行かないと、おしょぼのとこに。ね、前回サメいたから、ほんとに。またサメにね、襲われないように。よくでも前回襲われてなかったよね。あんな。砂にはまって。オッケー、結構溜まったな。どうする装備。このまんまでもなんかいい気もしてきたけど。どうしようかな。でもさ、今なんか速度速い方がいい気もするんだけど、他にもいっぱいあるんだよね、これね。どうしようか。最大 HP が上がります。攻撃力。次、どういうステージだ？一回行ってみてたよね、ステージね。戦う系なのか。前回は多分サメから逃げる系だったから、スピード重視だった方が、スピード重視の方が良かった。気がする。今回どういうステージなのか、一旦行ってみるか。じゃあ。ね。はい、来た来た来た。あ、そう、氷河ね。行きます、じゃあ。氷河。寒そうだけど。行く！来た！うわあ、すごい綺麗！あらららら。あれ？あれ？おしょぼー、おしょぼだ。兄貴、来てくれたんだ。心強いや。あそこの大きい砂山を崩せば、里への回流ができると思うんだけど。捕食者もいるし、やっぱり僕じゃどうにもできないや。うお、なんか、目の前通ったぞ、今。なんだ？体当たりで砂山を壊せ、崩せ。うわ、いるいるいる！あら！でっかい、イカさんかい、あれは。あらららら、でかいね。あ、でかい、わあうるさい、うるさい。待って、おしょぼ大丈夫そんなとこで。ちょっとおしょぼ少し緊張感持とうぜ。待って。やばい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 。砂山壊すの？ちょっと待って、絶対来てるよね。うわぁ、氷河綺麗だけど。はい！オッケー。また体力ある。あー！なにこいつ！スタミナが不足してます。あらららら。やばいやばいやばい。
こいつはなんだ。まあね、これね、なんだっけ、5億年前ぐらいの物語だから。うん。変なやつがいてもおかしくない。なんだこれは。あー来た来た来た、わーおなんだあいつ、あんなんいたんか、5億年前は。イカの先祖かな。すげえや。あれ待って。なんか、なにこれ、これ、あなにこれ何この工具みたいなやつ。あ、強い。ああ、接触により核進化の記憶に必要な条件一部が判明した。どういうこと？どういうことですか？新しいプランクトンだったんだ。新種なんだ。新種の餌だったんだ。やばい。ま、手強すぎる。なんだ全然。うわー来てるし、うわー待ってよ。これ攻撃力必要だったんかな。ここは攻撃重視のステージなのかもしれん。待ってよ。こいつ新種、痛い痛い痛い、わーおわーおいおい。あいつとまず戦わないっていうね。こっちなんだよね、敵は、実は。でも、いけそうだけどな、これ隙間からいけないかいこれ。あ、でも海流がどうのこうのすんもんな。ちょっと待ってよ。おしょぼも協力してくれ。おしょぼ大丈夫、そこにいて大丈夫。おしょぼ、あーちょっと人の心配してる場合じゃないこれ。ちょっと待ってよ。あ、待って、餌あるね。よし、餌食べよう。 OK OK。 回復するよね、餌って。あれ回復しないっけ。あ、回復しねえのか、餌食べても。そっか、 HP はあのクリスさんとこ行かないとダメ。なんか前回も同じこと言ってた気がするけど、マジか。くっそ。うわー終わった。終わった。やばい。待てよ。ちょっと待って、ちょっと待って。あれ？ここに来て操作が。ごめんね。ちょっと待ってね。大勝負ごめん大勝負置いてきちゃった。大丈夫かな？僕いなくなったら標的大勝負になるんじゃないか？オッケー。待ってね。ちょっと待ってよ。攻撃上げようか。え、でもスタリミナも結構重要そうだよな。あ、そっか、ここで。230。オーケー、うわー強そう。これ、あ、これ強いわ、これ。どんどんごつくなっていくわ。オッケー、これ絶対強い。いける。最後。氷河だ。これ絶対強いわ。さあ、砂山壊すよ。砂山さ、これ体力回復してたりしないよね。さすがに途中から？やばい。あ？あれ？攻撃できない。ん？あれ？痛い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 。あれ？攻撃できなくなった。あれ？なんで？え？どういうこと？え、待って待って待って、どういうこと？あ、お腹減ってる、ひょっとして。あー！ちょっと待ちや。え、どういうこと？お腹減ってるこれ。え、でもまだ50あるよね。え、なんで？やばい！やばい！あー、神回避。今食らってないよね、多分。待って、こいつコスパ悪いな。コスパ悪いっていうか、効率悪い、こいつ。やばい、来てる。うわ、痛すぎるわ。え、待って。餌食べれない。おしょぼ。おしょぼどこにいる？おしょぼ。おしょぼ。痛いわ。これもう一回帰りまーす。おしょぼ。少し隠れてて。ねえ。少しは隠れようぜ。え、待って。なんで攻撃できなかったんだろう。なんで？意味がわからん。意味がわからんぞ。
おしゃば。オッケー。とりあえずお腹はいっぱいになったから、これで行ってみようか。なんで攻撃できなかったんだろう。なんでだろうね、こんな攻撃強いのに。攻撃力上げたのに。いくよ。やばい。イカ来るぞ、イカが。いくよ。せーの。あれ？攻撃できんくなってんな。おぉ、来た来た来た。え、これなんでだ？装備の組み合わせ悪い？え、どういうことこれ、待って。ルールがわからん。イカ！え、意味わかんないんだけど、なんで？顎につけてちゃダメなのこれ。ちょっと待ってよ。ルールがわからん。え？なんで？うえーい！背びれ。すごいじゃん。いや、こんなになってんのにさ、なんで攻撃できないわけ？攻撃力が上がります。尖った。どういうこと？なんで？これもよく分かってないしな。ちょっと分かる人いる？これ。これ、どういうことなんだろうな。でもさ、これ装備外せないよね。外せないよね、これね。何すんのこれ。佐藤さんと話したらなんかあるかな。減ってきてるんじゃん。これ前回も言ってたやつ。なんで？さっき壊せてたよね、普通に。何なんだろう。めっちゃ速くなってない？手が。背びれすごい。ちょっと行ってみるか。あれなんでだろうな。一旦再起動しめ。OK。ひょっとしたらバグかもしんないからね。行ってみようぜ。リベンジ氷河。ステージ狭ってか。やばい、スタミナがない。いるぞ、いるぞ。いいか。綺麗だな、でも。ダイオウイカの先祖なのかもしれない。あれ？攻撃できません。攻撃ができない。え、こいつと戦いひょっとして。違うよね。え、だってさっき攻撃できてたもんね。なんで急に？え？どういうこと？大勝負、どういうこと？はいはい。これい、あ！なにこれ、いちいち喋りかけなきゃダメ？そういうことか。え、これじゃあいちいちリセットされるの？うわ、えぐ！痛い痛い痛い。そういうことか。なんじゃそりゃ。大勝負が引き金かい。大勝負きっかけで始まるんだ、これ。確かに BGM 変わってなかったもんな。やばい！やばい！ちょっと、待ってくれよ。攻撃力が上がっても意味ないじゃん、これ。来てない？あれ？やばいやばい。来てる？イカどこ？やばい、いかん！いかんぞ！オッケー。よし！あー、イカさんがいる！このクルンってやつあんま使わん方がいいな。回避の時だけ。あー、怖い。全然これでいい、これでいい。オッケー。いいよ。イカ来る時だけ、クルン使おう。よしよし、オッケー！すごい追尾してくる。なあ、こいつ。強っ。やべ、スタミナがやべ。え、これね、むずくないか、これ。いや、回復できないのエグすぎるって。クリスタル置いてくれ、ステージにも。いけ。
いけいけ、今。あと多分、1、2回くらい、いやー、1回しか食らえんかった。待って、いけそうでも。大丈夫、いけるよ。来てない。来てないね。オッケー。くすぶってる、あそこで。今がチャンス。くそ、跳ね返りがうざい。海の木図となった。さあ、リベンジだ。お腹は満たした。行くぞ。さあ、ヒョウガ、かかってこい。ちゃんとね、オショボに話しかけない。オショボトリガーだから。はい、オッケー。さあ、行くぞ。敵は砂浜だ。砂浜じゃない、砂山だ。こいつ結構追尾してくんだよね。一回よけ、ほら。えぐくない？難易度高いって。よし。さあ、連続攻撃。いけ。あら、やばい。よし。スタミナ、普通よりも多いはずだから。やばい、来てるな。イカさん来てるよー！マジで、かわせないじゃん、これ。なんで？他の攻撃かわせないんだよ。なんでだ。体力重視の方がいいかな。いや、いける、いける。あ、お、お、お、かわした、かわした。奇跡的奇跡的にかわした。いいぞ、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 いいぞ。早く早く早く回復して、スタミナ回復頼む。よし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 、カメラワークえぐい。痛い、来てる来てる。あいつでも一回当てたら満足して一旦離れるから、その隙にあと一回、一、二回食らえるはず。オッケー、いけるいけるいける。オッケー、来た。これいけるでしょ。あー、山すごい小さくなってる。痛い。大丈夫、あと一回、あと一回食らえる。もういける、もういける、もうこんだけクズじゃええんちゃうんかい、これ。おしょぼー、おしょぼー。いや、何しよう。いけ、オーケー、オッケー。里に戻って確認しよう。来た、やばい、やばすぎ。早く戻って、おしょぼ早く。おしょぼいない、おしょぼがいない。おい、あいつ何しとん。おい、いつも帰る、先に置いて帰る。なんだあいつ、マジで。おい、おしょぼ、どこ行った、おしょぼ。おしょぼいた、おい、何しとんねん。前回もスタコラさっさと帰ってったもんね。ねえねえ、新しい浮遊生物が里に流れてきたよ。あ、来たか。兄貴がやってくれたんでしょ。やっぱりすごいや。いや、見てなかったんかい。どう考えてもわしがやったやろ、お前。兄貴は僕の英雄だけど、今は里の英雄だね。あ、なるほどね。これで、あ、増えてるわ。あ、これを増やしていくゲームなん、ひょっとして。これ。何この浮遊生物。なんなんこれ。なんか手抜いてない、こいつだけ。ね、あんなリアルなプランクトンとさ、急になんか、ねえ、工具箱の中に入ってるな、もう。なんなんだ、こいつは。いや、これ何が違うんだろうね、この肉。ただ強いだけでさ。EP が、多くもらえるのか。ちょっと。なるほどね。これでお姉ちゃんとかなんか会話変わるんじゃない？あ、おしょぼがね、いつかあなたみたいになるんだって言ってたんだよ。あなたのこととっても信頼してるみたい。いつもありがとね。いやいや、おしょぼいいやつなんだ。おいおいおい、お前またやってくれたんだって。見てみろよ、周りを。浮遊生物だらけだぜ。これでまた満腹食べられるよ。最高。キリオも喜んでるわ。よかったよかった。みんなが、里のみんなが喜んでくれたら何よりだ。やった甲斐があるぜ、本当に。
さ、待って、一旦回復するか。1だもんね。危ない危ない。OK。で、佐藤さんかな？はい。おう、お主か。どうやらお主のおかげで佐藤が救われたようじゃな。里の海域に浮遊生物がどんどん流れてきておる。これで当面の間は大丈夫やじゃろう。食料に関してはな。お勝負の話を聞こう。お勝負をまた、ま、おい、これまたお前、一人で行くんちゃんけこれ。お勝負、なんでお勝負だけこんな真正面でカメラ目線な。なんでこんなさ、まあいいけど、佐藤さんが話してるの聞いたんだけど、水温が高くなってこのままだとまた浮遊生物が減っちゃうかもしれないんだって。せっかく兄貴が解決してくれたのにさ、悔しいよ。ちょっと僕原因を探してくるよ。おしょぼー行くな、おしょぼー。っておしょぼー行ったって何もしないでしょあんた。おしょぼー行っちゃった。おしょぼいいキャラしてんな、マジで。いや、兄貴みたいになる、なりたいって言ってくれるのはありがたいけど。ねえ、ちょっと頑張りすぎないで、おしょぼ。じゃあ、一旦行ってみるか？多分、新しいステージ行ったんだろうね、これね、おしょぼ。母さん！おしょぼ、母さんは危ねえ！火山来たー。うわー、いる。またイカ？あれ、またイカか、あれ。おしょぼいた。おしょぼだ、そんな、どうだ。うわー、なにこれ。うわー、えぐー。うわー、いやー、いやー。あ、待って待って、ちょっとじゃあここまでにしようか、今回は。火山次回だわ。危ない、待って、一旦逃げる。そうだそうだ、今回氷河編だから。ああ、やばいやばい。ちょっと先に見せちゃったけど、火山。はい、じゃあ今回はここまでしたいと思います。無事ね、一応氷河を、クリアしたのかな？なんか、何回か行くんかな？同じステージ。わからんけど、この先のストーリーが。まあ、とりあえず、今回は氷河編ということで、無事、砂山を崩して、新しい浮遊生物が、この里に来てくれました。はい、よかったですね。ということで、またおしょぼが勝手にね、一人行動、突っ走ってしまったんでね、早く助けに行かないと。おしょぼもう行くのはいいんだけどさ、ちょ、安全なとこに隠れててほしいよね。あんな堂々とさ、お、兄貴じゃねえんだよ、ほんとに。まあ、でも憎めないですね、おしょぼは。はい、ということで今回はここまで。また次回の、酒場バスピスクロニクルでお会いいたしましょう。言えたね。酒場バスピスクロニクル。でお会いいたしましょう。それではまた。ありがとうございました。